モルク技解説バック。バックは写真のように縦に2本並んでいる時の手前だけを取りたい時に使う技です。通常の持ち方では前に回転がかかるトップスピンがかかります。一方バックの持ち方では逆向きに回転がかかるバックスピンがかかります。モルクと手の位置が写真のように逆になります。トップスピンのかかる順手で投げた場合だと後ろのスキットルも巻き込んでしまう可能性が大きいです。一方バックでは逆回転であるバックスピンがかかっているので勢いを弱めることで手前だけのスキットを取ることが可能です。最後にモルク棒が地面について後の勢いについて比較しましょう。バックは縦に並んでいるスキットルの手前だけを取りたいときにバックスピンをかけて取る技である。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。